それでは、テキストの第 2.2.4 節、小数分数の二進十進変換に進みます。まずはじめに、二進の循環小数から、十進数の有理数表現を得るという計算の手順から説明したいと思います。で、その前に、ここでは、これから扱うのは二進循環小数なんですけれども、その前に、十進の循環小数からその十進の有理数の表現を得る計算を手順を復習しましょう。例題としまして、A としまして、0.142857で、この小数点以下の142857が、循環するような十進の循環小数を十進の有理数で表す表現の計算を復習します。なお、これまでも見たことがある人はいるかもしれませんけれども、循環小数の循環節は、今表記しました A のように、循環節の始まりと終わりの桁に、このような形で黒点をつけることで、この循環節を表します。ですので、ご存知だと思いますけれども、この A の場合ですと、0.142857という数のあたりがさらに142857、142857とこう続くという点にまず注意してください。この循環小数の表記は、二進の循環小数でも同じような表記を行います。そこで、まずこの十進の循環小数の有理数表現の変換なんですけれども、最初にやることは、今与えられました A を、10の n 乗倍ですね、10の適当な、べきだけ、倍しまして、で、循環節がちょうど整数部に来るように、するというのが最初のステップです。で、今回は、循環節の桁数が、十進6桁ありますので、この式にありますように、その A の10の6乗倍を計算します。で、そうしますと、その循環節のうち最初の一回りの循環節がちょうど整数部に来るような形で、10の6乗 A の10の6乗倍というのが142,857.142857142857とこう続くわけです。で、一方で、もともと与えられた A というのは、こちら、この下の行にありますように、0.142857、142857と続きますので、この、両辺をですね、10の6乗倍の A からその A を引くわけです。で、そうしますと、この10の6乗マイナス 1A というとこなんですけれども、ちょうど小数点からして、より下のこの循環節が値が一致しますので、キャンセルしまして、整数部だけが残ります。そして整数部は142,857ということで、そこからその A に関するその一次方程式が得られまして、999,999倍の A が142,857に等しいという方程式が得られますから、この方程式を A について解きますと、この有理数 A の値というのは、999,999分の142,857で約分しますと、この A は7分の1であるということが分かります。以上の手順を踏まえまして、今度は、二進の循環小数から十進の有理数表現を得る計算をやってみましょう。で、基本的なやり方は、その循環小数が二進表記の場合も同じです。で、ここでは例題としまして、次のような A が与えられたものとします。A は二進表記で0.0011で、この小数第2からの0011という4桁が循環するような小数ということにします。そこで、最初の手順なんですが、まず循環節を小数点のすぐ下に、持ってくることにします。ここでは、
循環節がですね、整数小数第2位から始まっていますので、これは小数第1位から始まるような循環小数にします。そうしますと、このような循環小数というのは、B として、0.0011で、この0.011、小数点以下4桁の0.0011の部分が、循環するような小数を使います。で、なお、この今作った B というのは、A を2倍して得られる数です。十進数の場合では、この桁をの値を1つシフトさせるためには、その10元の数を10倍する必要がありますけれども、今使っている数は2進数ですので、その桁を1つ左へずらすためには、こう元の数を2倍すればいいわけです。ということで、この与えられた A とですね、それから今作った B の間には、B というのは A の2倍でしたから、一応 A イコール2分の 1B という関係が成り立っていることを確認しておきます。まずこれが最初のステップですね。で、次のステップでは、先ほどの十進数の場合と同じように、この B を2の N 乗倍しまして、すなわち、B の桁をある程度、左側へシフトしまして、循環節が1つの循環節が整数部にちょうど収まるように持ってきます。今の手順による計算を行いますと、その循環節が一回りちょうど整数部に収まった数ですね。これが2の4乗倍の B として、と求めることができます。で、本来は、これ、循環節が4桁ありましたので、本来この整数部に来た桁というのは0011という4桁だったわけですけれども、この頭の2桁の0というのは、省略して書くことができましたの、できますので、実質はこの11、2進数の11、十進数の3っていうのが、整数部に来ることになります。そして、小数部はこの0011という、循環節が続くという数になります。一方で、B も与えられた元の B の方は、0.00110011という循環小数でしたので、この2つの式の両辺をですね、引き算をします。2の4乗倍の B から、B を引き算するわけです。で、ここで、ここは十進数で書きましたが、2の4乗マイナス1かける b というのが、ちょうどその循環節の、小数部が、全部キャンセルしまして、で、整数部だけが残りますので、その整数部は、2進数の11、すなわち、十進数の3が残ることになります。で、こうしてみますと、その立てられる方程式、成り立つ方程式というのが、15b イコール3ということになりますので、これを解いて、b は5分の1であるということが分かります。で、さらに、先ほどこの b を作ったときですね、b はその与えられた a を2倍して作っておりましたから、a はこの b のさらに半分であるということで、5分の1の2分の1倍ですから、最終的に、この a は10分の1であると。で、すなわち、よってですね、この与えられたその二進の循環小数というのが、有理数で、十進の有理数では、10分の1に等しいと、であったということが分かります。それでは今度は、数の十進表記から二進表記への変換の計算を考えます。この計算は、与えられた整数が十進数の場合にはすでに行っていますので、与えられた、十進表記が整数以外の場合について考えます。で、まず最初に、この x として、実数が与えられたものとしましょう。で、この x は十進表記とします。で、この時に、この x をですね、整数部分と小数部分に分けて表します。
で、x の整数部分は、このような形で、そのフロア関数ですね、この記号は。フロアは文字通り床ですけれども、このフロア関数を使って表すことができます。このフロア関数の定義は、このテキストの4ページにもありますけれども、この x のフロアというのは、x を超えない最大の整数でした。このことを確認しておいてください。で、x の整数部分を抜き出した残りの部分ですね、この小数部分を、このような形で、中括弧の x というふうに表すことにします。で、そこで、この時にですね、z というのを、この x の、フロア、つまり整数部分の二進表記、それから、p というのを、x の、小数部分の二進表記と置きますと、実はこの x、十進表記の x 自身というのは、この z を点 p というふうに表すことができます。ですので、何を言ってるかというと、十進数、整数以外の場合の数の十進表記から二進表記の変換というのは、整数部分と小数部分に分けて、それぞれを二進表記して、で後からこう表現を小数点の上と下で合わせれば、できますよということを言っています。ということで、整数部分の十進から二進変換というのは、この授業の最初で扱った通りのやり方でできますので、ここからはその、1より小さな、小数ですね、小数もしくは有理数の二進表記への変換を考えることにします。それでは次に、整数以外の場合の十進表記から二進表記の計算としまして、例題としまして、先ほど出てきました、その十進数の10分の1の、二進表記の計算を行います。で、今このような計算のステップが現れておりますけれども、このステップを順を追って紹介します。まず最初の基本的なステップですけれども、この与えられた数を順に2倍するというところです。ここではまず最初に10分の1が与えられましたので、10分の1を2倍して5分の1と求めます。で、5分の1、この数がですね、この1を超えていない場合には、ここにプラス0という表記を付け加えます。で、それから今度はですね、この5分の1を持ってきまして、で、これをまた2倍して、5分の2を求めます。で、この場合も、その求まった5分の2、こちらの右辺の値が1を超えていなければ、右側にこの0という値を書き出します。で、さらに5分の1を2倍して、5分の4。5分の4も、1は超えていませんので、右側に0を書き出します。で、次のステップで、この5分の4を2倍しますと、5分の8となりまして、1を超えた値になります。で、今のように、この2倍した値が1を超えた場合には、この1を右側に書き出しまして、で、その5分の8、今の場合ですと5分の8から1を引いた値を、こちらに5分の3と書きます。ですので、このような形で、その5分の4の2倍が今5分の8でしたけれども、これがその1プラス、残った部分ですね、この1より小さい部分という形の和になるように書き出します。で、さらにこの計算を続けていきます。今度は、この1を書き出して残った5分の3ですね、この5分の3を2倍してみますと、今度は5分の6になりますので、これも1を超えますので、1プラス1を書き出して、1プラス5分の1という形にします。
で、今度また5分の1を2倍して、5分の2となりまして、今度は、5分の2は1を超えませんので、右側には0、プラス0を書き出して、計算を進めます。で、5分の2、さらに5分の2を2倍しまして、5分の4。で、5分の4で、まあ、1を超えませんので、0を右側に書き出すと。で、また5分の4を2倍しまして、まあ、5分の8となって、これが5分の8は1を超えますので、これを1を書き出して、これを1、5分の8を1プラス5分の3というふうにして、こう書き表していくんですが、ここでですね、一つ気がついかれたと思うんですけれども、この5分の3がですね、今ここで現れました。で、5分の3はこの前のステップの段階でも現れておりまして、まあ、ここでまあ、ある意味その循環節が出てきまして、まあ、これ以上その計算、今のような計算を続けても、こう同じような結果がどんどん周期的に続くことになりますので、このような形でこの循環節が出るまでこの計算を続けます。そして循環節が出たところで計算をやめます。で、最後に、まあ、今の一連の計算でですね、その右側に書き出しましたその0か1の整数の並びができたと思いますので、この今、黄色で塗りつぶしているその各桁の数字を、その上から順に小数点の下にこう並べていくことで、この今回ですと10分の1のその小数点以下の2進表記が出来上がることになります。で、結果としまして、まあ、10進数10分の1のその2進数による小数表記というのは、こちらにありますように0.00011001100という形で続くんですけれども、そこで、まあ、循環節を見つけることで、0.00011ですね。で、この0.0011の部分が循環節になるような、2進数の循環小数で表されるということが分かります。で、今の計算の意味をですね、こう表した式がこちらのスライドに出した式です。で、まず最初に与えられた、10分の1という数を、2倍しまして、で、それで、まあ、整数1以上になるかどうかっていうことで、値を分けて表しましたけれども、実はこの最初の計算のステップっていうのが、このような形ですね、10分の1を2分の1かける0プラス5分の1という形で表したということになります。で、この下線分を引いた5分の1っていうのが、その最初のステップで、この10分の1を2倍した結果になってますね。で、次のステップでは、この5分の1を2倍していたんですけれども、これは実は、この下線部の5分の1をですね、さらにこの2分の1かける0プラス5分の2という形で展開していることになります。で、この場合でもその5分の2にはまだ1を超えたわけではありませんでしたので、ここに0が現れていたわけです。で、さらに次のステップでは、この下線を引いたこの5分の2をのところをですね、この2分の1かける0プラス5分の4という形で展開しました。これも先ほどとまでの2つのステップと同じ要領です。で、次にこの5分の4ですね、この下線部した5分の4を2分の1かける1プラス5分の3という形で展開している段階で、これが先ほどの計算でですね、5分の4を2倍したら5分の8が現れましたので、これを1プラス5分の3にという形で表したということに対応します。で、同じようにしてですね、この下線部の数値を順に2分の1かける
1か0プラス、残りの数という形でこう表していくことで、こう順々に展開していったことになります。で、そうしますと、最後の行でですね、その黄、あの黄色い枠で囲って、あの黄色いで背景を塗りつぶして表していますように、この2分の1でこう括弧してこうどんどん展開していった中で、最初に現れる整数がですね、こう0かもしくは1の並び、整数の並びがこう現れたことになるんですが、実はこの式の形をよく見てみますと、この2分の1の愛情かける、その桁の数値の展開をですね、フォーナー法のような要領でこうまとめて表していることがわかるかと思います。で、そして、この黄色の色をつけた数値がですね、この左側から順番に、今回の場合ですと、その10分の1の、小数部の二進展開の、1桁1桁にの値に対応しているということが、見て取れます。実は、その今回のその二進展開というのは、このような計算の意味を持っていたということを覚えておいてください。